モデルさんは老舗を継続していくプレッシャーについてこんなことを話していました。プレッシャーとかそんなもんないですね。プレッシャーの前にやらないと。そうね、大体ね、3代目は潰すっていうぐらいですからね、頑張らないと。